民の疑問シリーズ、ちょっと今回はねかなり皆さん一回は思ったことあるものだと思うんですけど、賞味期限と消費期限ってあるじゃないですか。で、まあ賞味期限っていうのはこの期間なら美味しく食べれますよっていう期間ね。で、消費期限っていうのはもうこの間に食べてくださいっていう、この日までには絶対食べてくださいよっていう期限なわけです。まあ、まさに期限ですわね。はい。で、賞味期限って、まあ、そうやってね決められてる割に意外と人ってまあ1日ぐらい大丈夫かとか、まあ2日過ぎてるけどいけるでしょみたいな感じで食べちゃうわけですよ、賞味期限で。で、実際そんな変わんないんですよね。そう、まあかなりアバウトな計算でやってるから。で消費期限ってのはもうそこを超えるともう食べちゃいけませんってわけなんですよ。本当に知りたいのって消費期限じゃないですか、実際ね。この日までに食べなきゃいけないっていうのが分かってれば、あ、その日までに食べなきゃいけないんだなっていうのは分かるんですけど、そこに賞味期限っていうのが入ってくると、あ、この日までは美味しく食べれるけど、あ、ここから先は別に食べれるけどもしかしたら味が落ちるかもしれないっていう期間が出てくるわけじゃないですかね。だから2個考えることがねできてるわけですよ。うん、もう消費期限だけでいいですよね。